はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴田良二でございます。高橋様からお手紙いただきました。その書類は捨てて構いませんので、無視してください。翔吾様、勝則様、雄三様、マルマ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。誠にありがとうございました。ママ様、私の名刺お送りいたします。3月27日予定している NHK スクランブルデモでも、希望される方にも差し上げますんで、お気軽にお声掛けください。よろしくお願いいたします。今国会に提出される経済安保法案というのがあるんですけれども、4つの柱からなっているそうであります。半導体など特定重要物資の供給安定化に助成金を出すと、基幹インフラ、電気ガス鉄道金融電気放送など、14分野運用の脆弱性を政府が監視できるで口出しできると、AI など先端技術研究を政府が支援できる、支援を受けた民間には公務員と同等の守秘義務が課せられるというか課すことができると、軍事研究の特許を非公開にできると。特許って普通は公開されちゃって、特許料払わないで勝手にやっちゃうみたいな、特許何それっていう感じの中国なんかにはパクられまくりますよね。兵器だのそういうのに関しての研究は非公開にできるというですね、4つの柱ですね。公務員並みの守秘義務課したところで守っか守んねえかはどうなのかって話なんですけど、公務員には罰則あんのかな、秘密ペラペラ喋ったらな、の大きく4つの項目で構成、全体にですね、政府が金も出すけど支援もするけど口も出すよっていう内容になってるのかな。これの法案作成チームの責任者で経産省官僚だった人はですね、朝日新聞の女性記者の自宅に泊まるなど年頃になりすぎて更迭されましたね。後任は財務省官僚、それで金も出すけど口も出すっていうことになったかもしれないですね。過干渉っていうのかな。連中は、財務省の連中は歪んだエリート意識に突き動かされて 100% 納税 100% 配給、こちらで分配考えから余計な口出すなっていうですね、超北朝鮮目指してますんでね。他の状況がわからないんですけど、他の国はもっともっと縛りがきついかもしれないですね。中国なんかはですね、全部国家が関与してやってるんだろうしね。この経済安保法で技術盗まれ放題っていう現状がマシになった期待ですよね。半導体の技術者とか中国にね、大金積まれて引き抜かれて2、3年働いて技術、その人が知ってる技術出し切ったらポイされるっていうようなことも聞いてますもんね。これ岸田総理が号令して作った法律でないのは確か、これ確信持って言えますね。安倍菅政権の引き継ぎでしょうね、どうせね。完成が岸田政権だったってだけでね、無為無策男に新しいことなんかできるわけねえしな、これは確信持てます。原案にあったですね、言うこと聞かない民間企業に対する罰則規定は公明党の横やりで削除だそうであります。記事にはですね、経済界の反発が強いのと公明党の横やりでって書いてありましたけれども、経済界の反発が大きいのはそりゃそうだろう、監視される側に意見求めたらそりゃ揺るぐしてっていうに決まってますよね。まるでですね、監視がですね、囚人に意見求めてるようなもんで、本当にですね、公明党ろくなことしねえなっていうのが感想であります。罰則ない決まりの実効性に疑問ですよね。こんなの本当に役に立つのか。何でもかんでも骨抜きするのが公明党のお仕事だな。
ウイグル非難決議だってそれだしね、今やすっかり弱った共産党よりも帝国にとって害悪かもしれないですね、公明党ね。地方議員は善人なんですけど、上はダメなんだよな、公明党の上はな。これまあ、一番いいシナリオは、まあまあ議席、徐々に減ってってね、公明党のね。これは共産党にも言えることなんですけど、自然消滅して、連立も自然と消滅っていうのが一番ショックが少ないシナリオでしょうね。松野官房長官記者会見15日、昨日ですね。日韓関係は非常に厳しい状況で放置できない。引き続き日本の一貫した立場に基づき、韓国側に適切な対抗を強く求めていくと発言。放置でいいやんなら、発狂する人多数出ました。日韓関係は放置でいいね。放置でいいやんなら、発狂する人多数。ネットの反応です。バカが放置しとけよ。南北朝鮮中国関係は悪化して結構。時事通信の希望願望記事じゃねえのこれ。放置しとけば勝手に自滅して土下座すんだから関わらないのが一番なの。マジで分かってねえなこいつ。生意気なガキには鉄拳を落とすのが大人の務め。イカれた隣人には関わらないのがベスト。健全な関係っていうのは断交だろ。合意や協定を一切守らないんだから交渉は無駄と。話すんのも無駄、口聞くのも無駄。私も同意見であります。引き続き日本の一貫した立場に基づき韓国側に適切な対応を強く求めていく。なので今後も何も変わんないってことだよな。放置できないっていう一言に、食いついて皆さん発狂してますけれども、なんか読書なんかもそうなんだって。読書、本読み慣れてない人はですね、3つの単語ぐらいしか頭に入ってこれんだって。で、本読み慣れてる人は20ぐらいの単語、つまり1行、短い1行だったらば丸々ポッと理解できるんですけど、読み慣れてない人は3つの単語ずつ順を追って目で追って頭の中に入ってくから、単語に食いつくんですね。前後の文脈は理解できないもんだから、まあまあ部分部分で怒ってみたり悲しんだり、まあ忙しいこと。約束守れって言い続けるだけですよね、官房長官が言ったのはね。まあ言い続ける理由としてですね、放置できないっていうのを言っただけじゃないかって思いますけれども、韓国なんかどうでもええわ、って最初に言っちゃうとですね、約束守れと言い続けるの言葉続かないですもんね。一応放置もできないんで言い続けます、いうのが記者会見、これの発言の真の意味じゃないでしょうか。これはですね、韓国に外務省が長年騙されてやっと悟った鉄の方針、これはっていうのは韓国側に約束守れって言い続けるっていう方針ね。総理が変わっても維持されんじゃないかと予想しております。特殊野党が与党になるような事態が訪れたら、まあ、韓国どころじゃなくなるので絶対阻止しないといけないですけどね。連中が権力握ったら我々から全てを奪いって平等に配るためだなんかほざきながら全部奪っていきますからね。そういえば共産党はですね、公安監視対象になって長いですけど、監視してるだけなんだろうかね。万が一にでもですね、共産党が権力を握りそうになったら場合ですね、そういう恐れが出てきた場合、物理で阻止してくれんだろうか。今の法務省というか公安監視庁、私の担当に今度聞いてみますわ。連合も共産もどっちも選べない立憲が迷走しております。馬淵澄夫国対委員長、維新民民と野党会合する話はなしで、ハブにした共産と令和に謝罪した、各党と個別会談する従来方式を継続すると、記者会見で述べておりました。ネットの反応です。ブレブレだな、早すぎ、何やってんだ。
朝令暮改批判禁止、諦めて立憲共産党を貫けよ、共産党と末永く暮らせよ。何一つうまくいきませんな。連合は立憲と完全に決別すべき。左翼顔面ブルージャパン、連合を捨てるのか、思い切ったな。どっちつかずの一番やっちゃいけないやつと、そういうような意見が出ました。安住淳の後任の国対委員長が、馬淵澄夫になったのか知らんかった。また私あのテレビないもんすからね。こいつね、あの尖閣諸島で海保の船にあの中国の武装漁船がガッツンガッツン体当たりして中国人のあの船長逮捕されたじゃないですか。この時のね国交大臣がこいつだったんですよ。で海保はあの国交省の管轄ですから、自分の部下がひどい目あってんのに何にもしなかった、何にも言わんかった人間の毒図であります、馬淵澄夫ね。まああの特殊野党の人間は全員人間の毒図ですけれどもね。この混乱はですね、立憲が連合か共産かどっちも選べないところに原因ありますね。右往左往してるっちゅうのかな。連合派と共産派で分裂すればいいのにね、立憲がね。そうすれば解決なのに、それも決断できてないと。こいつらが流されるままの無為無策、隙あらば審議拒否の給料泥棒どもですしね。そういえば参院選後に枝野幸男が40人ばかし議員引き連れて立憲を出る、離脱するっていう話はどうなったのかな。まああのそいつらは共産党と組みたい連中なんでしょうね。新たにですね、民民っていう受け皿ができた連合はそっちの応援に回んのかな。連合もですね、立憲派の自治労、日教組、放送、通信とですね、ちょっとだけ現実的な民民派の、それ以外に分裂すればすっきりなんですよ。自治労、日教組、あと放送業界、通信業界が異質異端なだけでね、共産党により近いっていうのかな。特に自治労と日教組ね、あの放送業界頭おかしいから共産と組むのが妥当だし自然と思います。自治労と日教組はですね、特に公務員が労組労働組合作るのもおかしいし、労働三権公務員はないっていうのが建前なのにね。あの団結権と団体交渉権と、あと一つなんだっけ、公務員だから給料変わんねえとばかりにですね、民主党政権の時に経済破壊活動、民主党がやった経済破壊活動、円高放置してみたり、ソーラー推進してみたり、原発止めてみたり、あとね、放射能の基準を他の国の10倍以上厳しくしちゃって、何でもかんでもあの、ダメな水ってしちゃってなんかしてね、小宮山陽子っていう厚労大臣がやっちゃったんですけどね。を全力応援してたしね、実力日記予想はね。公務員の給料はあの民間の平均で決まるんで、不況で公務員も給料下がるのに本当にバカな連中だな、自治労と日記予想はな。景気いい方がいいんだからな、お前らにとってもな。経済破壊して苦しむのはお前らの孫だからな、そんなこともあんねえのか、バカな連中だ、つくづく思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。